関西医科大学総合医療センターは、学校法人関西医科大学が、大阪府森口市分園町に設置する病院。3つある、関西医科大学病院の機関病院の一つとして、ブレインメディカルセンターを用し、精神神経科、心療内科、神経内科、脳神経外科等を含めリエゾンの展開、心療内科が新たに始める、ストレスケア外来等の医療を行っている。 老朽化が進んでいたため、建物の建て替え工事が進められ、2016年5月6日の新病院会員に合わせて、関西医科大学総合医療センターへと名称を変えた。2020年より、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れ、うち20床は重症病床として稼働。大阪の医療は崖っぷち第4波で満床続く重症病床の今を、 取材基礎疾患内20代も人工呼吸器が必要な状態に毎日放送2021年4月23日2021年6月19日閲覧病院概要遠隔関西医科大学総合医療センター2021年6月19日閲覧大阪府医療機関情報システム大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課 2021年6月19日閲覧大阪府の救急医療体制大阪府健康医療部保健医療室医療対策課救急災害医療グループ2021年6月19日閲覧災害拠点病院一覧厚生労働省2021年6月19日閲覧大阪府内の眼診療拠点病院一覧 大阪府健康医療部健康推進室健康づくり化生活習慣病癌対策グループ2021年6月19日閲覧病院評価結果の情報提供公益財団法人日本医療技能評価機構2021年6月19日閲覧 ABC 交通アクセス関西医科大学総合医療センター 2021年6月19日閲覧。ありがとうございます。